ついにハーデス神殿にたどり着いた聖夜は、大亀に囚われたアテナを救い出そうとする。だが大神ゼウスの雷をもってしても破壊できないという大亀は、ゴッドクロスをまとった聖夜の攻撃さえ受け付けない。起死回生の望みをかけ、聖夜は神話の時代より棺で眠り続けるハーデスの肉体を倒そうとする。自分の美しい肉体が傷つくことを何よりも嫌うハーデスは、真の肉体をもってついに復活するのだった。お前がハーデス、なんて美しい瞳の色なんだ。これが死の国の王と恐れられたハーデスの瞳とは、まるで深い泉の底のような。悲しいな。何？お前たち人間がだ、自らの能力もわきまえず、常に大それたことをしでかそうとする。今や神が与えた地上だけでは飽き足らず、宇宙にまで手を伸ばし汚そうとしている。挙句の果てにこうして神とまで戦おうとするとは、お前たち人間にとって神とは恐れ敬うものなのだ。それを忘れた今、愚かというよりもあまりに悲しい存在だ。バカな！お前が敬うに値する神だとでも言うのか？神とは正義であるはずだ！人間を抹殺して地上を乗っ取ろうとするような邪悪の神のどこに正義があるか！今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ！天に唾する愚かなる者よ、さあ殺してくれるぞ。ファイト！ハーデス！俺は貴様を神だと認めない！俺の命を信じられ、コスモ！俺二度と一度ひどいやめることはない！ハーデス！お前を撃つ！そこをどけ、聖夜と大亀の中のアテナ、死に切れずに苦しんでいるのがわからない。お前の上、何を自らの手で葬ってやる。アテナが死んでいないというのならなおさらのこと、アテナは絶対に殺させはしないぞ。目を覚ましてくれアテナ、今俺がハーデスを倒すから、俺の最後の技、ペガサス流産剣、ゴッドクロスよ！ペガサス水星拳！いけ！パーフェクト！ウィナー！俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ！信じられん。まさかこんなものが世の体に傷を負わせるとは。そういえばこの男、そうだ、神話の時代に一度だけこのハーデスの肉体に傷をつけた男にそっくりではないか。確かあの時のセイントもペガサス。許せん、この男だけをもはや二度と転生できぬようにして葬ってくれるぞ。さっきからわけのわからんこと。お前たちがいかにあがこうとも、もはや全てが終わったのだ。見ろ、暗黒に包まれた地上の姿を。そうだ、今や太陽は完全に月に覆い隠された。ここにグレイテストエクリプスは完成したのだ。一直線に並んだ9つの星は二度と動くことはない。これで地上は永遠に暗黒の世界になったのだ。今度こそ往生際よく死ぬがよい。
このハーデスから直に死を与えられることこそ光栄と思え。な、これは何かの力がペガサスを守っている。セイヤ、あなたを命の玉に包みました。そこにいればハーデスも手出しはできません。まさかアテナが蘇ろうとしているのか。アテナー、今こそこのクロスを。ハーデス、神話の時代から続いたあなたとの戦い、これで決着をつけましょう。ハーデス、神話の時代から続く戦いに決着を。アテナ、人間をかばうあなたとは結局相入れることはない。もはや問答は無用のようだ。はい、と。アテナ、ここから私が相手です。ハーデス、信じられん。まさかあなたはこのハーデスの怒りに引きからおびき出すために自ら菊の尊厳に委ねられ、その大亀に廃止していし、愚かな。ハーデス、現れなさい。愚かな。決着をつけましょう。存在がある。だからこそ地獄が必要なのだ。未来永劫の苦しみがあると教えねばならぬ。神罰が下りますよ。安らかな眠りにつきなさい。はあ、全て無に帰するのです。みんな、この戦いでまた一つ神として成長できました。私にもコスモの何たるかが分かりました。一匹の虫も殺さず、一輪の花も摘まずに一生を終えられる人間が一人でもいるでしょうか。どんな善人でも悪行は犯してしまうものなのです。ならば人間はその存在が罪であろう。いいえ、それが生きていくということなのです。それらの罪は死によって全て清められるのではないでしょうか。なのに生前の罪を理由に人々を苦しめるなど。ハーデス、あなたは間違っています。人間をかばうあなたとは結局相入れることはない。もはや問答は無用のようだ。さあ、人間のために死ぬがいい。サオリさーん。セイヤ、しっかりして。セイヤ、地上では姉さんが待っているのよ。アテナ、ねえさ、セイヤ、死なないで。死んではダメ。あなたを愛する人のためにも生きて、お願い、セイヤ。アテナよ、人間と一緒にいるうちにあなたもすっかり愚かになったようだ。ペガサスが命がけで作ったチャンスを泣きじゃくってみすみす逃すとは、そのペガサスも自ら死に飛び込むとは、つくづく愚かな男よ。ハーデス、あなたは愛というものを知っていますか。何？確かに神から見れば人間はどうしようもない愚かな存在かもしれない。でも人間はどんな人でも愛というものを持っているのです。その愛のために人間はどこまでも優しくなれる、どこまでも強くなれるのです。たとえ神といえども、愛を知らぬあなたに一
人を罰する資格などありません。ハーデス、神話の時代から続く戦いに決着を。たかが人間がいくら力を結集したところで神を討ち取れると思うのか。ファイト、一刀両断してくれる。俺の子はもはやそれだけか。神など何の力にもならぬことを思い知って死ぬがいい。そうはさせず、高まれ俺たちのコスモよ。アテナ、アテナを守るんだ。僕のコスモ、アテナ、今こそ俺の全てを新たにかかる。死ね。ありがとう。何だこの者たちの殺しは。アテナ、神聖のコスモをお渡しします。二度と火の光を見ることはない。神罰を下ります。安らかな眠りにつきなさい。はぁ、全て無に帰するのです。ウィナー、ハーデス、愛を知らぬあなたに人を罰する資格はありません。私にもコスモの何たるかが分かりました。ついにハーデスを打ち破ったぞ。見たか、セイヤ、僕たちは勝ったんだよ。死を統括するヨガ、神であるヨガ、この冥界において倒されるというのか。信じられぬ。だがこのハーデスが滅べば、ヨガ作り出したこの冥界も同時に消える。地獄もエリシオンも全て。アテナ、あなたたちもこの世界の崩壊に飲み込まれ、共に消滅せざるを得ないだろう。結局人間たちに完璧な勝利などありえぬということだ。アテナよ、あなたは神でありながら一体いつになったら気づくのか。愛など人間が綺麗事で作り出した妄想に過ぎんということを。目に見えぬ愛など所詮何人も信じてはいないのだ。何人もな。ハーデス、私には聞こえるのです。愛のために身を燃やす人間たちの命の声が。それは喜びの歌、それは希望の光。みんな帰りましょう、光ある世界へ、光あふれる素晴らしいこの世界へ。
を振り返るのか、お選びなさい。